じゃあね、先生にね、あのメッセージしてもらって、由美さんに祝福のお祈りをしてもらいます。ね、じゃあ先生お願いします。はい、はい、皆さんおはようございます。いいね、みんな、変わらないメンバーで、まあ新しい顔もちらほらありますけど、皆さん、続けていることが素晴らしいんです。本当に素晴らしいです。世の中のね、健常者もすぐ仕事辞めちゃう。皆さんの頑張りはこの日本を支えてます。本当です。継続は力なりっていう言葉を知ってる人を、本当に知ってるんですよ。知らない？継続は力なり。続けていくことはあなたの力ですよって。力になりますよってことです、ね、職員さんだって辞めちゃうのよ、ねね、本当に皆さん偉い、すごく偉いです。私ね、ヤクザと牧師しか続いたことありません。いろんな仕事やったけどね、 1,2 ヶ月です。それに比べたら皆さん素晴らしいです。でも私も今牧師を15年続けてきました。これからも多分一生涯続けていくんで、皆さんもここで一生涯、本当に骨を埋めるっていう言葉だけど、ね、ここで、ね、本当に一緒に仕事をして、生活して、ね、みんな家族ですよ、そう言ってみてね。だから、でも喧嘩するでしょ？見たことあるもんね。喧嘩してもでも仲直りしてるから一緒にここにいるんだよね。だからね、みんなのその心は尊いです、ね、その許すっていうね、心ね、仲直りするっていう気持ちが本当に尊いんです。なかなかね、世の中の人はできないんです。それを実現してるから、ここは家族なんです。いいですね。ですからまた新藤さんがここに来るときに、またみんながね、歓迎してくれることを、僕はこれでね、だいぶ癒されて埼玉に帰ることができますから。今日ね、このコロナでみんな負けてない、ね、うちの奥さんもね、本当に美しい人だからマスクしてほしくないんだけど、舌噛んでますよ。あ、そうそう。じゃあ今日ね、一つね、本部の方でも聖書の一つだけね、皆さんに覚えていただこうと思って、そして日曜日のメッセージも語りましたね。神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なものは何だと思いますか？はい、約束のものを手に入れるために必要なものは何？今までの話とちょっとつながるかもよ。続けることは力です。はい、忍耐です。おお、すごい。猪木さん素晴らしい。だから、はい、そうです、忍耐なんです。皆さん、忍耐をしてちゃんとここで力をつけているんですから、ね、これは本当に誇るべきことです。いいですか、皆さんは素晴らしい。いい、じゃあ皆さん、私がね、神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なものはって言ったら、みんなで声を添えて忍耐ですって言ってくださいよ。いいですか？いいですね。はい、いきますよ。じゃあこうして、こうして、はい、はい、準備、はい、神の心、神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なものは忍耐です。いいね、皆さん素晴らしい。では私の美しい愛する妻から皆さんに祝福のお祈りをしていただきましょう。はい。